先日仕事で他県に行きまして、帰りが遅くなっちゃったんで、結局そこのホテルに泊まりました。お風呂入ってビール飲んで、寝る前にテレビつけたんですよ。普段はテレビなしの生活なんですけど、よその県のローカルな番組とか見たくなってついつけてしまったんですが、チャンネルが NH なんとかで、偶然モハメド・アリの番組が始まりました。モハメド・アリ勇気の連鎖、映像の世紀とかいう番組なんでね、これはもう見るしかないじゃないですか。黒森の尊敬する人物、モハメド・アリ選手ですから。全く新しいスタイルの優秀なボクサーで、エンターテインメントとしてのプロスポーツを確立し、世界をエキサイトさせた天才。そして戦争と人種差別に反対したせいで全てを失い、そこからまた復活する不滅の人間の物語です。そしてアリ選手に触発されて、多くのスポーツ選手も立ち上がり、世界に彼の勇気が波及してと気分よく番組は進むのですが、突然私は不愉快になってしまいました。このモハメド・アリの活躍にケニアで胸を躍らせている一人の少年がいましたとかなんとか聞こえてきて、あ、ハワイだったかな、まあ、とにかくこの少年は後に大統領になりってソエトロの話じゃん。アリ選手の人生をかけた大勝負に感動して平和を求める人が立ち上がってという話の結末を NH なんとかはソエトロ政権ができましたに持っていこうとしてたんですよ。ふざけんなって。速攻でテレビ消したんで、最後の部分がどうなったか本当は知りませんが、多分そういう結論だったのでしょう。アリ選手の命がけの戦いですよ。全てをかけた戦いの結果がソエトロ政権につながったなんて、そんなバカなことのためにアリ選手は戦ったわけないじゃないですか。そんなのアメリカ国籍のブルース・リーを我が国の英雄だと言い張っているアジア某国と同じぐらい失礼でデタラメな話ですよ。ソエトロは自分の好感度を高めるためにアリ選手の名前を利用しているだけのクズ。平和どころか戦争大好きな血塗られた人間なのに、本物の平和主義者のアリ選手と一緒みたいに扱っちゃダメでしょ NH なんとか。アリ選手は晩年は病気のために何も話せなくなったので、悪い人間たちはそれを都合よく利用しました。それを思い出して気分が悪くなりました。悲しくなりました。サイコパスは人の病気を利用するのも平気です。モハメド・アリ選手を肌の色だけでソエトロと同じように扱うあの放送局は人種差別主義者です。あ、やっぱりテレビなんか見るんじゃなかった。またお会いしましょう。黒森峰夫でした。